どうも、みぞんこクラブの溝口です。本日の動画は着弾です。それで発泡スチロールで来てます。そうです、整体です。増種しちゃいました。それでこれを送ってくれた方はこの人です。はい、そうです。最近ですね、YouTube とか Twitter で仲良くしてもらってる、ラブコールさん、チャンネル、ラブコールチャンネル、YouTube の方をやってるんで、概要欄、この動画の概要欄に、YouTube の URL 貼り付けてあるんで、ラブコールさんの動画も、チャンネルも登録、して視聴よろしくお願いします。はい、それではね、早速開けてみましょう。僕はこっからだ。まずね、まだね、確認してないんでね、まず生存確認だね。無事に届いていることを祈って開けてみましょう。それではオープンザ発泡スチロール、ぴょん。おっと、いきなりこれですね。はい、そうです、ラブコール書いてあります。ね、虹色結構ね飼育してるんで、これが来たってことは、あれ、なんかいっぱい入ってるぞすげえ、なんかいっぱい入ってる。あのね、虹色の話になってね、結構ね、レッドとかグリーンとかいろいろね、種類の虹色をやってんで、うちはシコンしかいないよって話したら、じゃあ送りますってことで、送ってくれたんだけど、うわ、なんかワンペアだけかと思ったのに、こんなに入ってます。ちょっと待ってね。あとなんか横にも、これはなんだ、あ、手紙、ちょっと待って。はい、じゃあ読ませてもらいます。溝口さんへ、 YouTube、Twitter でお世話になっております。溝口さんが虹色のカラーに興味を持ってくださり嬉しく思います。シコンのみお持ちだということで、赤系とグリーン系の成虫ペアをプレゼントさせていただきます。ぜひブリードしてカラーを楽しんでいただければ幸いです。血統ものではございませんので、次世代はノーマルカラー、もしくは全く違う色が出る可能性がございます。その点ご了承ください。それでは今後ともよろしくお願いします。2021年4月23日ラブコールより、と。いやー、ありがたい嬉しいね。こちらのが、あ、これはね、管理表みたいな、血統表みたいな感じだね。はい、わざわざね、送ってくれました。で、色はね、何が興味ありますかって言ったらね、聞かれたんで、赤かなとは言ってたんだけど、まさかグリーンと赤両方送ってくれるとは思いませんでした。ということで、はい、2ペア、虹色の2ペア。ね、虹色はね、ゆめちゃんとのバトルでシコンを やらせてもらってね、やっぱりね、幼虫から育てて無事に羽化すると、やっぱり、ね、愛着は湧くよね。で、虹色にも興味持って、興味持ったところで、ラブコールさんのね、動画見たらね、虹色のサイズを測る動画があったんですよ。あれを見ていろいろちょっと話させてもらって、仲良くなったという次第です。はい、それではね、
ちょっと仕切り直してこの生体の、生存確認と色を見てみましょう。はい、まず最初にこっちですね、このグリーンって書いてある方のペアをちょっと出してみましょう。よいしょ。よいしょと。はい、まずね、メスちゃんですね。うわー、ピカピカだよ。ピカピカ。シコンしか見てないからね、新鮮だよね、すごい。これです。ね、綺麗だよね。元気ですね。はい、まずメス。メスの確認完了。はい、次、オスです。いよいよ。動くなよ。動くなよ。ちょっと待ってね。よし。おー、いたいた。元気ですね、オスも。はい。オスが。この子です。おお、綺麗だね。サイズ的にはね、うん、50いくつだっけ？書いてないか。サイズは書いてないか。55ぐらいかな。はい、完品ですね。すごい光ってるよね。はい、よいしょ。はい、ペア。どうですか？いいでしょう。キラキラ光ってるもんな。はい、ちょっと近づけてみましょう。これです。このぐらいよく見えるかな。はい、ということでグリーン系のペアは2頭とも無事届きました。よいしょ。じゃあとりあえず一回閉まってと。かわいいね。はい、それでは今度はレッドですね。ちょっと楽しみだね、やっぱり。じゃーん、赤い。赤いってレッドだから赤いの当たり前だろうって話なんだけど、すげえ。うわ、綺麗。よいしょ。はい、これです。映るかな、ちゃんと綺麗に。うわ、すごいよね。なんかね、角度によって虹色っていろいろね、色がね、違って見えるからすっごい難しいんだけど、赤です。レッドです。はい、まずメスの方は、降りて、メスの方は無事、無事、生存確認無事にできました。はい、それではじゃあ、オスの方ですね。いやー、俺もとうとう虹色本格的にやるようになっちゃったね、これは。はい、オスも無事ですね。無事、よいしょ。いやー、すごいな、赤って。はい、キラキラだよね、ウッド裏これすごい光ってる。はい、まずオスも無事です。はい、こんな感じですね。いや、綺麗だ。うん。
やっぱりね、増収しないとかって、俺は大桑専門だとか言ってね、だいぶ前はねよく言ってたんだけど、やっぱこうやってね、いろんなね、種類のやり始めるとね、ほんと止まんなくなっちゃうんだよね。そんなの分かってたからね、今まで我慢してたんだけど、やっぱりね、いいよねこれ。赤すっごいキラキラ光ってる。はい、ということで、お、逃げた、水が逃走しましたね。はい、それじゃあちょっと片付けてまとめに入りたいと思います。はい、全部、クリアケース、クリアケースじゃねえや、これはトリオロックケース、2つに、ペアを入れました。はい、今日はですね、ラブコールさんから、虹色のレッド系とグリーン系のペア、手紙と、管理表いただきました。はい、これから虹色も類で頑張っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。本日の動画は以上です。バイバイ。バイバイ。